まあ、始まりました。もちゅうチャンネル。さあ、今回は、英検直前、前日、当日の過ごし方っていうのをやっていきたいと思います。本当にね、英検ってね、前日になって勉強し始める人、当日になって勉強し始める人が多すぎるということで、はい、もうそんなね、迷える子羊たちへ何をしたらいいのかっていうのをお伝えしたいかなと思います。まあ、まずやっぱり、出題形式知らないで受けちゃうんだよね。それがすごく問題で、どんな問題出んのかなって思ってやってる人が多いんですけど、もうそんなんやってる場合じゃないよ。なんでまあ、助けてあげるんですけども、まずどの級においてもライティングが一番大事ですからね、ここを忘れないでください。ただし新英検になってようやく問題が増えたりとかね、まあ級によっては E メールの返事とかが増えたので時間がかなり厳しくなりました。さらにまあ今までいろんな動画でね、示してきたんですけども、ようやく問題は採点が厳しい。なんで前はエッセイ1台だけだったのが、すごいゆるゆるなね、採点基準のエッセイ1個で100点ってなっていたのがですね、それがゆるゆるのエッセイ50点と厳しい採点の要約っていう風になりました。で、50-50になったわけですよ。それでいてもライティングってたったの2問じゃないですか。そう、たったの2問でリーディングとかリスニングの30何問あるのと同じ配点ですから、2問でその30いくつ分ってことはどう考えてもここの配点がめちゃくちゃでかいわけです。だからライティングが大事だっていうのは変わりません。今まで通りライティングを重視してやんなきゃいけません。で、とにかく一番大事なのはこのエッセイです。このエッセイの50点、採点が緩いので、なのでここを絶対に取りに行ってください。じゃあ何すればいいんですかって言ったら、まずは型です。はい、型を書く。I think とか I don't think とかね。The Japanese government should なんとかとかあるじゃないですか。I agree with the statement. I disagree with the statement みたいな形で書くやつですね。あれです。あのエッセイの型をまずちゃんと身につける。ね、なんでもいいです。I have two reasons to support my opinion とかでもね。そういうので書けるようにしてください。第一段落ね。で、その後に、ボディパラグラフですね。二つ、理由ね。級によっては理由も書いてくれてますから。で、最後、conclusion っていう風に、段落をこうね、1、2、3、4つに分ける。で、英検1級だったら5つにしなきゃいけないですけど、で、あるやつです。本当に自分のアイデアなんて書くスペースがないというか、少ないんですよ。語数がすごく少ないので、自分の意見書くのすごく少ないんで。だから、とっても点が取りやすい。もちろん文法ミスとかね、その辺もチェックしなきゃいけません。ライティングっていうのはすごく短い時間で解かなきゃいけないんですよ。その今まであったね、リーディングの問題が減ってるんですけど、その減らされたリーディングの問題を計算すると、ほんと15分とかで解かなきゃいけないんですね。要約問題って。でもそんな無理なんですよ。見ればわかるんだけど。で、要約問題動画出てますから、必ず見といてください。もう要約できなさすぎです、みんな。で、びっくりしたら、とにかく、要約って一段落で書いてくださいね。そう、読む文章がさ、何段落にもなってるから、同じように段落分けして要約しちゃう人いるんですけど、それ減点されます。だから必ず一段落で要約してください。で、語数は守ってください。これ結構大事で、やっぱ要約って短くまとめるものなので、オーバーしちゃダメなんですよ。エッセイはオーバーしてもいいけど、要約はオーバーして書かないでください。で、忘れちゃいけないのは、この文章を読んでない人でも分かるように書くんですからね、要約って。これがめちゃくちゃ大事。全然文章の内容と外れちゃってること書いてる人もいるし、いや、文章はこうやって言ってるのに、この要約読んでも全然この中身と同じになんないじゃんっていう人いっぱいいるので、気をつけてください。とにかく、やっぱ内容が足りてないのが多いですね。ここに書いてあるのに、そのメイントピック違うよっていう回答がいっぱいある。厳しいので、しかも採点が。点数が出にくいので、ちゃんとやんなきゃいけない。で、ちゃんとやる時間なんかないよ、前日。そう。前日当日だし、その人はね、あなたたちね、文章の第一文と最後の文書きがちなんですよ。ここがきっとまとめなんだろうみたい。だいたい違うから。はい。ちゃんとトピックになる文から持ってきてね。で、それもだいたいね、複数の文を合わせないとトピック出せないようになってることが多いので、特に上の級になればなるほどね。なんでトピックを見抜くこと。で、いい点悪い点とかがポイントとしてあるわけですけど、そのポイントを書くときに言い換えなきゃいけないじゃないですか。分かってます。言い換えるときにね、なるべく説を句に言い換えるっていうのができるようにね、 because 何々 because 主語動詞とかっていうのがあるのを、何々 enable 人 to do とか、何々 prevents 人 from ing みたいなね、そういう形にできるようにしておくといいですよ。で、さらに時制ね、過去の話をしてるんだったら過去形で書いてくださいね。これもめっちゃ大事。というように言い換えて短くするっていうのね。で、その短くした時に書いてあるね、大事な情報を抜いちゃダメ。で、まあ、うまくね、however とか使うこと出てくると思いますから、however とか、の論理関係ですね。因果関係だったり、逆説だったりとかっていうのをきちんと示すことが大事になります。これだけでもだいぶ変わるので、まあ、詳しくは他の動画見てほしいんですけど、まずはこれだけちゃんとやっておきましょう。
続いてリーディングです。はい、単語問題、まあ減ってしまったんですけど、いろんな級のね、単語は取れるようにしましょう。なんで、まあ単語帳ね、EX だったりとか、あとアプリのデータ端だったりとかで、きちんと押さえておくといいです。で、リーディングの実際、読解の方ですね。読解の方では、まずは文章の穴埋め問題ね。文章の穴埋め問題は絶対文脈使って解いてくださいね。もう単語がこれだから、あ、なんか聞いたことあるこの表現とかって入れちゃダメです。どの選択肢も必ず入りますから。だから必ず文脈を考えてください。その空所のある文だけでは解けません。そして内容一致問題ですね。内容一致問題は必ず順番通りに出てきますから、答えの順番ね、それ通りに解いてください。2級の最後の問題だけ、まあまだ始まってないけど、準2級プラスの最後の問題、これだけがバラバラにありますから、段落無視でそれぞれのね、いろんなところに散らばってますから、それだけ最初に選択肢読んどかなきゃいけないからね、そこは押さえておいてください。で、続いてリスニング、まあ準1級とかだったらリスニングが最難関なんですよ。なんでリスニングもきちんとできるようにしておかなきゃいけなくて、 AK の特徴っていうのはやっぱり問題書いてないんですよ、選択肢だけなんで。なんでこのパターンを覚えておく必要があります。で、消去法を使いながら解けば、設問がなくても解けます。こういう設問だろうなっていうのがわかるんですよ。なんでもう時間ないよっていう人は設問のパターンを見ておく、で聞いてですね、実際聞いて問題解くときに消去法で問題を見なくても解けるだろう、で問題を見なくても解く、選択肢と音声だけで解けるように練習する。で、選択肢バーって並んでる時に気づくと思うんですよ。ヒーヒーヒーとか、イットイットイットみたいな話になってるので、あ、なんだ、これ、どかしちゃえばいいんだってわかると思うので、はい、その訓練してください。で、さらに準1級になるとね、パート2が2問付きになるんですよ。一つの長いね、講義とかで。これが厄介です。まあ、ぶっちゃけもう音声聞こえないんですって言うんだったら捨て問です。はい。諦めるのが一番早い。それよりは他のところに時間を使うというか、他のところに集中するっていう方がいい。で、それでもやっぱり解きたいよ。まあ、1級とかね、11級の講義とか解きたいよっていう人は、まあ、段落の感覚をつかめるといいんですよね。ああ、ここで1問目、この辺でもう出るだろうな。あ、2問目、この辺で出るだろうな、みたいな感覚を持てると、実はいいです。で、専門用語が多くて聞こえないんです。専門用語は必ず説明してくれてます。そう。その説明の部分をきちんと聞き取れるかが大事。ただ、パート2は捨て物になる人が多い。最後にリアルライフですね。これも1級と準1級についてるやつですけど、リアルライフは慣れが必要ですね。慣れちゃうと取れます。条件が書いてあるんですよ。文章に条件が書いてあって、その条件を聞きながら消していく。これも消去法です。そうやってやると解けるって人が多いですね。はい。こういった感じで。で、まず今言ったことを知っていってください。で、多分出題形式をこれからね、過去問でも何でもね、オンラインでも見れますから、見た時に、で、やってみると、パッとやってみる時に、あ、そうか、こういうことだったのかってわかると思うんです。特にリスニングとかそうですね。なるほど、そういう意味だったので、ね、私の言ってるのは。そう、だから実際問題解かないとわかんないです。問題解かないとわかんないのでね、まあ、特に前日の人ね、解いてやってみてください。当日の人は解けないかもしれないので、せめて出題形式、今言ったことを意識しながら出題形式ね、見てもらえるといいんじゃないかなと思います。はい、ぜひで本番受けたらね、どうだったかとかね、コメント欄ね、書いていただければありがたいです。そしてまあ、ね、今から頑張りますっていう意気込みでもいいですので、はい、ぜひとも書いていただければなと思います。はい、頑張ってください。エグショーありがとうございました。 Thank you for watching。 はい、そこのあなた、ここで離脱しない、今すぐ公式 LINE に登録してお家に帰るまでが遠足ですよ。こちら森哲英語塾ベーシスの公式 LINE になります。この LINE に登録いただきますと、第1にベーシス流勉強法ノウハウ集を無料で全員にプレゼント。こちら TOEIC800点、英検準1級を視野に入れたノウハウ集になっております。第2に皆さんからの個別メッセージには、僕や森哲先生、松原先生、そしてベーシス講師陣から愛を込めて回答がございます。無料勉強相談の場にもなっておりますので、ベーシスをお考えの方もそうでない方もふるってメッセージをください。皆さんからの LINE 楽しみにお待ちしておりますよ。